さて、フラホーラーのアロハ2011のレポートを見ていただきました。皆さんいかがでしたか。日本から参加の、コンペティションのフラグループ、そしてフラダンサーの皆さんのパフォーマンス、そして、ハワイのクムフラ率いる、フラハラウのパフォーマンスが、たくさん見れましたね。このイベントのいいところはですね、日本のフラダンサーとハワイのフラダンサーがこう同じ場所で、フラを共有するということでですね、あのコンペティションが始まる前にあの地元の、ハワイのフラハラウが、数組出場してですね、カヒコを見せてくれるんですね。カヒコのパフォーマンスをそれぞれ15分から20分ぐらい見せてくれたと思いますが、もうこのカヒコをワイキキで見れるという機会はなかなかないですからね、とても良かったんですが、さて、カヒコといえばですね、カヒコではいろいろな楽器が使われますね。例えばこれイプっていうんですけれども、なんでカヒコっていうかっていうとですね、フラには2種類ありますね。まあ、知ってる人も多いと思いますが、トラディショナルな古典的なフラのことをカヒコって言います。カヒコっていうのはもともと古いとかトラディショナルとかそういう意味がある言葉なんですけれども、でもう一つの現代風なのがアウアナと言いますね。で、特にカヒコでよく使われる、フラの楽器がいくつかあるんですけれども、このショップ ではですね、そういうものを扱っているので、ちょっと紹介したいと思います。マイクさん。はい、オーナーのマイク・コップさんです。よろしくお願いします。マイクさん、さてマイクさんがもうこれまでもずっとフラダンサーのために、フラの楽器を作ってきたんですが、お店ではこういういろんな楽器を扱っているので、ちょっと一つ一つ説明していただきたいと思います。So Mike, could you show us each implement and what's it made of? Sure, I'll be happy to. Okay. First of allEvery instrument here is natural and it's made from gourds. すべて自然のもので作られていて、ほとんどがひょうたんからできてるんですね。So these are examples of some natural gourds. これが自然の形のままのひょうたんです。ゴールドです。And we have to use these gourds, clean it to make uli.うん、この自然の状態からこのインプリメンツ、これはウリウリで、これは What's this? This is I'll show you later. This、okay. is a very ancient instrument.、うん、これも古典的な楽器なんですけど、これらはみんなこのひょうたんから作られているということですね。So I want you to see what's inside. May I break this for you? この中身がどういうふうになっているのかをちょっと皆さんに見せたいという。I'm gonna break it on the floor, okay? ここで見せてくれ。お、わ、もう割ってくれました。あ、こういう風になってるんですね。Very dirty and very bad smell. とても汚いですね。Bad smell. 確かに臭いです。Anyway, はい、so we have to do a lot of cleaning. あ、これをすごくきれいに洗わなければいけないですね。楽器にするために。こういう音にするために。なるほど。And of course, I have been making instruments since I was a boy. もう子供の時からこの楽器を作る仕事をしてます。Now I'm old man. もう今おじさんですけどって言ってますが。そうなんですね。あ、こういう風になってるんですね。初めて見ました。We call this La Amea. La Amea って言うんですね、これは。Yeah? ゴードの種類でラーメアというハワイでは呼ばれてるやつです。わー、臭。That's not right. そして、so here we have more. はい。And so we used the La Amea to make uli uli. Uli uli を作るためにこのラーメンを使います。And old style uli uli のフェ。これはカヒコで使われる羽を使ってないウリウリですね。うん、いい音。So my specialty is making instruments. うん、マイクさんの、マイクさんは。このフラの楽器を作る職人さんです。And of course, what Hawaiians always used for calabash containers was hyotan. Hyotan. これは hyotan ですね。Or ipu. Ipu. はい。Now Hawaiians didn't use this for dancing until after 1900.昔18世紀以前のハワイではこれは楽器としては使われていなかったそうです。食料とか飲み物を運ぶために使われていた。 So they used this for mizu and food、うん、
And anything, this was Hawaiian Tupperware. Hawaii のタッパーウェアだったそうです、これは。It's true. Everything you want to put in a container, this was their container. じゃあ、近代に入ってからですね、これが楽器として使われる。So, the Ipu's Hyotan come in many shape, many size. This one is good for water. これは Ipu はいろんなサイズがあります。Good for 焼酎。これは焼酎入れるのにちょうどいいって言ってます。And this one is good for mochi. Mochi? Mochi みたいですけどね。はいはい。こういう形のもあるんですね。Different. あ、でかい。Yeah. はいはい。Actually, in United States and Europe, they use this one make hole for canteen. What? Mizu for they call canteen. 昔からこれはアメリカとかヨーロッパでも水を入れて飲むために使われてたそうですね。はい。Mm-hmm. Okay, and, but in ancient days, of course, before Captain Cook,、はい、but Captain Cook was the first Westerner who recorded Ipu Heke, right? ハワイのこのこれはイプヘケと言いますね。イプの So this of course is a 巨大版です。Bigger sizes now, right? 大きいものです。これは、so、just take big one and small one.キャプテン・クックがね初めて西洋人が、ハワイに渡ってきた時にすで、にあったと記録されているものです。 Now every year I go to Ipu farms and I hand select every Ipu that Hula Supply Center and Mana Hawaii has。ここマナハワイ、そして彼のお店であるフラサプライセンターで扱っているイプヘケはですね、実際にそのファームに行ってこれを育てている場所に行って、ハンドピック自分で選んでいいと思ったものを持って帰ってきてから作っているという、ちゃんとよりすぐりのものを使っているんですね。 So, it's very important to know how to choose the right type of ipu for the shape, the thickness、for the sound. はい、楽器としてのイプはその素材がそもそも大事なんですね。厚さとかその形によって音の響きが全然変わってきますからね。Very, very important. Sound for hula is most important. Are we still shooting? Go ahead, show. すごいいい音。このイプヘケの音っていいですよね。Nice sound. They're still shooting, are they? Yes. Yeah, still shooting. Oh, okay. And of course, we still have, this is a smaller version of a ipu heke. Good for dancing. そうですね。踊りながら使うにはちょうどいいサイズですね。基本的にどこ叩くの？叩く場所は踊ってるその振り付けによってよりますけど、ね、大体お尻ですね。頭は叩かないようにっていうのが基本的なハワイの人の教えですね。And of course, this is a hula ipu for dancing. はい。で、これが普通のイプ。で、これはイプヘケ。ヘケっていうのはこの頭がついてるものをイプヘケって言います。さて。Of course, we also carry things like still used in hula. はい。Like ka la'au. Ka la'au.So this is made from guava stick. グアバの木でできてるんですね。Yeah. はい。カラアウという打楽器です。And of course we have the long one too, right? ああ。これはカヒコのパフォーマンスでよく使われますね。Yeah. You are. This is Japan first. いいです。そのことはいいです。そのことはいいです。カネホラダンス。かっこいいんですよ。これが。はい。一番。はい、ありがとうございます。それは訳さない。で、この、はいはい、プイリ。Yeah, this is of course プイリ made from 竹でできてますね。And I have been making this since I was about 20, for about 40 years now. もう40年間竹で作っているそうです、プイリ。こういう音がするんですけど、竹でできてるトラディショナルな楽器ってちょっと不思議ですよね。ハワイに竹があったのかって思いますけど、実際ハワイの森の中入っていくと竹やぶがバーッとあるんですよね。昔から竹はあったんですね。そしてこの石ですね。Of course, we have our own Hawaiian rocks. はい。Good for hula. イリイリ。Yeah. You have to choose something that fits your hand good. これは
片手に2つ持って鳴らしながら踊るんですけれども、自分の手の形大きさに合ったものを選ばなきゃいけないですね。こうやって鳴らすの。So you have to feel what is comfortable. 全然音違う。 Yeah. And then, the last thing I want to show you is this instrument. This is called Ulili. Ulili. Spinning rattle. Yeah. And this year at Merry Monarch, men's Kahiko group.took second place with this instrument. 今年のメリーモナークの男性のグループがこれを使って踊ったグループが2位になったそうですね。 So many many people in Hawaii never saw this before. なかなか普段見ない楽器なんですよね。一般的には売ってないものなんですよ。 So we call this Ulili. Ulili. So let me try it. ちょっと鳴らしていただきます。A small one, but the ones I made for Merry Monarch this year were much bigger. Good spinning. They can watch it on YouTube. YouTube で載ってますから、今年のメリーモナークでちょっとチェックしてみてくださいね。Yeah. これよりも実際には大きいものを作って。And of course, inside is a 種。中には種が入ってるんだ。種がこうカラカラになるんですね。So 種 makes good sound. So ulili. 珍しいものを見せていただきました。これは初めてだ、僕も。いいっすね。はい。Oh, for those of you hula dancers in Japan, I want to help you with your pronunciation of uli. 日本のフラダンサーの皆さんに発音について教えたいと思います。So when you use this or this, you say uli uli. Uli uli.If you say uli uli, then that's something not so good. Really? Yeah. Uli uli って言っちゃいけないそうですね。なんか他のものの意味があるそうです。Uli uli. It's so bad we cannot say it on television. テレビでは言えないような放送禁止用語的な意味があるそうです。So please say uli uli. Uli uli. Yeah. はい。気をつけましょう。そうそうそう。はい。ということで、じゃあ今日はね、マイクさんにいろんな楽器を見せていただきましたけれども、マイク、ありがとうございます。 Thank you very much. And maybe you can share about our free classes every day. ここではですね、何の Oh, we have free classes here every day. このショップでいろんなフリーのカルチャークラスがあるんですね。例えばですね、日曜日の夕方は、フライインストゥルメント、こういう楽器のものだとか、レイメイキング、そしてハワイアンランゲージ、ハワイ語ですね、そういう、レッスンが無料で受けられるというのもありますので、ぜひこのお店皆さん遊びに来てください。ということで今日はですね、マナハワイからアロハ TV をお届けしてきました。言わなきゃいけないことがあるんですよね、そう、来週はですね、ワイキキビーチからサーフィン特集でお届けします。ゲストはプロサーファーの堀内美美さん、ナビゲーターは荒川蓮子さんでお届けします。そして、新番組親父ハワイ百景というのがですね、これどうしても僕言えないんですよね。なぜかというと、あんまりこのタイトルが好きじゃないからって言ったら、いやこれがいいんだって言われましたけれども、親父ハワイ百景、日本時間の月曜日から金曜日、毎日朝10時からハワイから、オアフの美しい風景を生で放送、映像で見れるというものだそうなので、ぜひハワイの景色を見たいという方、チェックしてみてください。それではアロハ TV、今週もお届けしました。ヌイ大輔でした。また来週、僕はまた来月。アロハ。マイク、